皆さんこんにちは、ヒデです。本日はですね、メカニック動画になります。もうこれは本当に趣味で買ったものなんですけど、こちらジュラエース9000系、今9100系で1個前のモデルですね。それですね、なぜ9100系じゃなくて9000系を買ったかっていう理由なんですけど、もう完全に見た目です。金属の部分がこういう風にシルバーですごくかっこいいんですよ。9100系の方がそのブレーキをかけた時のたわみがしにくかったりとか進化はしてるんですけど、やっぱり見た目にこだわっていきたいので、今回こちらをつけていきたいと思います。この外した R8000 は、マミのクォーターの方に付け替えたいと思います。それではやっていきましょう。まずはワイヤーを開放してあげましょう。それでは次にこのワイヤーのキャップをポッと抜いてやって、でここですね、見やすいようにこっちでやりますか。作業としてはすごい簡単、ちょっと左利きではないんですけど、で左利きも抜いてやって、はい、これで R8000 のブレーキキャリパーが外れました。ちなみにその今説明したように、1個前のアルテグラとかデュラエース、今、9000系と違って、9000系はこういう風になんて言えばいいかな、左右バランスよくなってるのに対して8000とかだと、ここ開いた時にここがプレートがかまされてるんですよ。その分重量はアップするんですけど、このプレートが結構このブレーキをした時に、そのたわみというんですか、こうガッて挟んだ時に、しっかりここで、スタビライザー的な役割を果たすんですけど、それでブレーキがしっかり抑えきくっていう感じですね。セのデュラエースはないですね、そういうのが。ただしその分こっちの方が軽いです。パーツクリーナーで中掃除してあります。綿棒なんかで掃除してやると意外と汚れがあるので、こういうところで溜まってます、汚れてます。じゃあここにね、9000系のデュラエースつけたいと思います。ちなみに9100の SDI レバーと9000のキャリパーブレーキは互換性はあります。見づらいんですけど、ここに溝切り穴があって、ここにスプラインが切ってあるので、ここに合わせて止める感じですね。とりあえずギュッと握って、後で細かい調整はするんですけど、とりあえずつけることが重要で、ここぐらいで清潔して離すと、今肩利きしてますけど、今回はこのピンクのキャップをつけましょうか。ブレーキシューの調整ですね。ここかな、角度を押さえて押さえつつ締めます。こっちもね、同様に
まあ、ブレーキシューの1のポイントの話をすると、このリムが見えてるとこ、ここですね、ここが、ここがだいたい1ミリぐらい。まあ、その今私目視でやってますけど、もしもっと正確に出したいっていう方がいれば、こういう調整ツールがありまして、これ何かっていうと、まあ、この間にこういうふうに、間にこういうふうに通すんですね。で、通してここの溝、だいたい1ミリちょいぐらいあるんですけど、まあ、こういうふうに当てて、そのリムとシュートの幅も調整できますし、ここの、タイヤと、まあ、シュートのこの隙間、推奨されてる1ミリっていう隙間も調整できるっていう、こういう便利なアイテムが数百円で Amazon とかで買えますので、もしね、自分で自信ない方がいたら、こういうのがあると、これとあとここを調整するアーレンキーさえあればブレーキシューの調整誰でもできるので、試したい方はやってみてください。ギアもね、作業としては同じです。やばいで、この黒が引き締まって、オーラやばいよ。何が？このバイクから発するオーラ、これこうしたらめっちゃもう完璧よ。誰が乗るんや。他ご要望ありますか、お客様？わかりません。